とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はウルボザの武器全3種類あるんだけども、すべての隠し刻印を見ていきます。それでは早速行きましょう。それではまずはこの武器から。ゲルドのナイフ、1つ目、雷属性の影響を軽減する。2つ目、ガード時 10% でガードジャストが発生する。まず属性の影響を軽減するスキル、微妙です。完全に無効化するスキルはすごいいいんだけども、軽減はね、あんまり意味がない気がするんだよな。そしてガードの時にガードジャストが発生する、いいんだけども、やっぱり 10% ってあんまり発動しないんだよね。それでは2つ目の武器、月光のナイフ。1つ目、合成経験値 440% アップ。2つ目、ガード時受けたダメージの 20% を敵に返す。2つとも微妙。なんで経験値アップがついてるのかもわからないし、このガード時のダメージ反射、これもね、ベリーハードじゃないとあんまり意味がないので、月光のナイフは微妙です。そして最後の武器だね、七宝のナイフ。1つ目、強攻撃のダメージが 7% アップ。2つ目、注目中の敵へのダメージ 11% アップ。最高だね。ウルボザは強攻撃が強いので、強攻撃ダメージが上がるのはめちゃくちゃいい。そして注目中のダメージ 11% アップ、このスキルは最高に強いので、もう七宝のナイフ一択でウルボザはいいんじゃないでしょうか。はい、ということで今日はウルボザの隠し刻印を全て見てみました。まあ言った通り七宝のナイフ一択でいいと思います。ゲルドのナイフもなかなかユニークで面白いかもしれないけども、まあ攻撃力が70ぐらいのやつが出れば採用してもいいと思うけども、それ以外は七宝一択でいいんじゃないですか。ではね、また出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。